こんにちは、北九です。今回は津村のカービングバーについて少し話していきたいと思います。またしても少しマニアックな話になりそうなんで、ご注意ください。それでは最後までお付き合いのほどよろしくお願いします。今回は津村のカービングバーですね、チェーンソーアートバーについて少し話していきたいと思います。これはですね、1ヶ月近く前ですかね、お客さんの方からですね、加工済みカスタムって書いてあるガイドバーがあるんですけども、そっちの方のガイドバーと何が違うのかっていうことでですね、質問があってですね、でその質問に答えないまま、簡単には答えたんですけど、動画出しますっていうふうに言ってですね、その後もう1ヶ月近く動画を出してないっていう状態になってですね、この動画が編集が終わって出す頃にはもう1ヶ月以上経ってることになるかもしれません。カービングバーのカスタムはこちらです。当店のネットショップチェンソーアートカービング関連商品のところをクリックしてもらってですね、チェンソーアート津村木所プロ使用チェンソーアートバーっていうところをクリックしてもらうとですね、こういうふうにしていろいろチェンソーアートバーで種類があるんですけども、その中のこの2種類ですかね、チェンソーアートバー9インチとチェンソーアートバー12インチで、このカスタムもありますっていうふうに書いてます。これはですね、スチールの 71PM3 56コマと64コマのチェーンで使えるカービングバーなんですけども、こうクリックしてもらうとこんな風にあってですね、マルチマウントって書いてあって、ノーマルとカスタムっていう風に出してます。こんな感じで世界最初のカッターを持つチェーン装チェーン用ですっていう感じでですね、でカスタムは作業工程を入れさせてもらってるんでですね、ノーマルの場合よりもちょっと価格が高く設定させてもらってます。でこういうのがあるってこと でこれでですね、カスタムは何かっていうことをお客さんの方からちょっと問い合わせがあってですね、それに簡単に答えはしたんですけども、動画には出すっていうふうに伝えておいたんですけど、なかなかちょっとその動画が作れなくてですね、で今現在こんな風になってる状態です。でつぶらさんのですね、チェンソーアートバーですね、これ木所さんかなんかが監修したかなんかのバーらしいんですけども、でそのバーをですね、さらに他のカーバーですかね、チェーンソーアートやってる方がですね、改造してくれっていうことで津村さんの方に依頼があったそうです。でそれでちょっと改造したっていうことになってるらしいんですよ、ガイドバーをですね。でこのガイドバーを改造したっていうことはですね、見た目全然わかりません。こういう入れ物ですね、入れ物に、津村さんの場合ですね、こういう印刷を施すんですけども、ここにですね、改造したか改造してないか全くわからないです。で私がマジックでですね、ここに加工って書いてある、もうそれで印をつけるしかなかったんですね。でガイドバーの本体の方もですね、もう全く一緒です。でこれ箱から出したらどっちがどっちかわからなくなるんで、ここにちょっとマジックで印をつけてます、どっちがどっちかわからないって言ったんですけど、2枚やった状態だとですね、同時にこのように比べるともう加工してるか加工してないかっていうのがわかるんでですね、ただ一本一本を別々に見るともうどっちがどっちかわからないです。これは加工してあるガイドバーなのか加工してないガイドバーなのかですね、ですね、こうわかるかな、ここにもですね、刻印が打ってあるんですよ。ここにですね。で、こっちにも同じように刻印が打ってあるんですけど、もう全く同じことが書いてあるだけですね。だからこう、加工してやるガイドバーに対して何か印がついてるかっていうと、もう全く印がついてないです。でちょっとここにマジックで今回私が印をつけてます。でどこが加工されてるかっていうとですね、ですね、実を言うとガイドバーの厚みが違います。ちょっと分かりづらいかなとも思うんですけど、ちょっとすみません、分かると思います。後で編集して出しておきますのでですね、並べて比べてみればもう厚さの違いは目視でも分かります。厚みがもう微妙に違うんですよ。また例のごとくノギスで測ってみましょう。通常の方のですね、カービングバーが、あ、ちょっ
ちょっと言い忘れてたんですけど、これは4分の1ピッチのですね 1.1 ミリゲージのチェーン用のガイド板になります。ですね、こういう小さいチェーンですね、ミニチェーンって私が勝手に呼んでるやつなんですけど、それ用のガイド板になります。でちょっと測ってみます。でですね、3.6ミリですかね、 3.6 ミリになります。でこっちのカスタムですね、改造したやつが、3.2 か3ですね、 3.3 かな、やっぱ 3.3 ですね、 3.3 か 3.2、 3.3 の方かな。で測ってみると約 0.3 ミリの差があります。何が違うかっていうと 0.3 ミリの差があるっていうことになります。先端の方は少し厚みが違うのかな。私がこちら側からですね、こちら側からこう覗いてみるとですね、手前が加工したやつなんです、加工したやつなんですよ。こっちのバーマウントの方よりも先端の方がちょっと厚みに差があるような気がします。変わんないかな、ちょっともう一回測ってみっか、こう先端の方を。一緒ですね、一緒ですね、たった 0.3 ミリ、 0.3 ミリ、 0.4 ミリぐらいの差で違うみたいですね。私みたいなそのチェーンソーを使う仕事やってない人間からするとですね、0.3 ミリっても1ミリより薄い感じでですね、なんか差がある感じることができるのかっていうのがもう本当不思議レベルですね。変わんないんじゃないかとかも、要はこれポンって渡されてですね、こうやって触るじゃないですか、あ段差があるなとか思うんですけど、これは製造過程でちょっとした誤差なのかなって思ってしまうぐらいの差なんですよね。でも実際に作業っていうか、そのやってる方、使ってる方にすると、たったこの 0.3 ミリが違いが分かるんだろうなとは思います。私らには理解できないレベルのことがあると思うんでですね、この差を多分求めてらっしゃるんだろうなとは思います。やっぱりなんか違うんでしょうね。でこれもう少し薄くすると今度、もう少し薄くしてもいいんじゃないかな、逆に言うとですね、究極っていうような感じで壊れやすくなってますみたいな。強度的にはこの 0.3 ミリで、どうなんですかね。今度ちょっと津村さんに聞いてみましょうね。まあ確かにたった 0.3 ミリでも曲げとかそういう耐荷重のテストをすると数値には出てくるのかもしれないんですけど、人間がチェーンソーにつけて作業した時にそんなに曲がりやすいとか、そんなんが、出てくるのかどうかをちょっと、そんなないとは思うんですけどね。ただこんな風にしてですね、使用する作業によって使いやすくするために加工してくれっていう方もいるぐらいなんですよね。ですから何かしらの違いがあるのかもしれません。特にカービングのなんかは微妙な繊細なタッチとかが必要になってくるのかもしれないからですね、なんかしらあるのかもしれないですね。で今ちょっと並べててふと気がついたんですけど、この何ですか、印刷ですか、ロゴのこっちに近いですね、加工してある方が。それなんかこう津村さんの方でなんかやってるんですかね。裏側見てみようか。あ裏側も、あわざとこれロゴをこっちに寄せてるのかもしれないですね。それも合わせてちょっと忘れなかったら聞いてみましょう。この津村のガイドバーはですね、何のチェーンに対して作ったかっていうとですね、これ9インチなんですよ。ツムラとか国産メーカーとかがオレゴンとかが言うインチでですね、でスチールだとこれが、10インチになります。23センチ、スチールだと10インチの25センチになって、一般的にはですねこれが9インチの23センチ用になります。
スチールの 71PM3 の56コマ用のが使えるガイドバーとしてこれ作られてます。ちっちゃいチェーンですね、ミニチェーンですね。それで、作業するっていう、あのチェーンソーアートをするっていうような感じで作られてるガイドバーになります。で、恒例のちょっと重量を測ってみます。あ、ちょっと待ってくださいね。いってます。212g ですね。で、次がこちらが、カスタムですね。削って薄くしたやつですね。あー、やっぱり194ですね。うん、やっぱ軽くなるんですね。212と194。18g 違うってことかな。うん、このガイドバーとですね、このガイドバーは、形は全く一緒です。こっちの商品を削ってるっていうだけですね。やっぱりバーを薄くしないと噛んだりするんですかね、挟んだりとかですね。4分の1ピッチの 1.1 ミリゲージのミニチェーンなんで、アサリが狭いと思うからですね。あれ、注文があったんでしょうね。依頼がですね。たった 0.3 とか 0.4 の違いで変わってくるんでしょうね。確かにあの、ピクセルのガイドバーですかね。325ピッチの 1.3 ミリゲージのガイドバーで、オレゴンからは、20BPX 用のガイドバーと 95TXL 用のガイドバーが出てるようにですね、挟むんでしょうね。気にですね、そういうのがあるのかもしれないです。違いって言うと、もうつむらの場合に関してはこれだけになってしまうんでですね、ちょっとそれだけじゃちょっと寂しいんで、他にもガイドバーを何枚か、何個か、他にもガイドバーを何個か持ってきてます。よいしょ。サムライですね。サムライのローキックバックバーですね。また長くなりそうなのでここで終わります。さよなら、また見てね。チャンネル登録もしてね。してね。